9月9日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、週の真ん中水曜日、真ん中もりもり水曜ズームは月曜火曜の放送を受けまして、さらに情報を足して足してニュース解説もりもりの水曜日です。真ん中もりもり水曜ズーム、なるほど、構成作家の方手抜きしましたねこれ、まあ、だいたい週の真ん中ではありますけれど、私月火水木担当ですから、私の担当の厳密に言うと真ん中はだいたい火曜と水曜の間ですからね。そういうことですね。週の真ん中っていうか、まあ、あの金曜日のほれ、宇藤由美子さん、はいはい、宇藤由美子さんを足すと真ん中になりますけれども、そうですね、宇藤由美子さんを足すわけにはいかないでしょう。そうですね、宇藤由美子さんとね、いっぺんじっくりお話ししてみたいと思ってるんですけども、そうですか、機会があるといいですね。日テレでですね、廊下で何回かすれ違ったことはあるんですが、どっかでご挨拶させていただいたような気もするな。だけどね、でもそのくらい、そうなんです、でもね、まあ、あの毎週金曜日にこちらにいらっしゃってる方についてこんなこと言うのもなんですけれども、はい、はっきり申し上げて、うん、増山さやかさんの方がずっと魅力的だと私は思いますよ。どうもありがとうございます、はい、あの本番前に一応私辛坊さんのこと褒めましたから、そのお返しと思ってお釣りはなしって感じでお願いします。褒めてたんですか。なんか私の名前がちらほら聞こえてはいたんですけど、何の話をしてるか分からなかったんですよ。今月の日本放送のタイムテーブルの表紙がナイツと中川家の、ね、新しく番組始めた4人の方なんですが、そうそうそう、うん、この4人と比べて何ですか、ここに辛坊さんが真ん中に入って同じポーズをとっても、やっぱり辛坊さん素敵だわっていうお話をしてたんですよ。どうしてそれを笑いながら言う必要があるわけですか。いやそれを笑いながら言うのおかしくないですかそれ。いや真面目に確かにね、こうしてみると、うん、でもね、ナイツのお二人はシュッとしてますよね、うん、まあそうです ね、 ね、中川家の、うん、これお兄ちゃんの方、お兄様の方が小柄な、ね、お兄様の方がちっちゃいですか、はいはい、中川家のお兄さんってちっちゃいですね、うん、だからどうだってことないんですけど、ね、何の話してんですか。そうですよ、私は今日はですね、オープニングすごい大ネタ用意してきてたんですけども、はい、冒頭話してる間に完全に忘れちゃいましてね、こう完全に忘れちゃった時はしょうがないので、昨日の電子レンジの話を引き続き、いやもう電子レンジのメールばっかりになっちゃったんですから、私ね、はい、本当に昨日電子レンジ、昨日今日と2日続けてですね、目から鱗とはこのことですね、世の中にこんな便利なものがあったのかと。で昨日はあのね、5パック298円で買ったご飯の1パック、これね2分って書いてあったんですよ、はい、それにですね、先々週久々に私、ここだけの話ですが、あのここだけの話にしなくてもいいか、なんか全国ネットのニュースになってましたけどね、はいはい、あの和牛振興のイベントのコーディネーターみたいなものに行ったんですよ、はい、でもここは本当に内緒の話ですけど、はい、なんと土産にですね、その JA の和牛振興のグループの皆さんが特別に作ったレトルトカレーを6個もらってきたんです。おいしそうじゃないですか。6個って6セットじゃありませんよ、本当にリアルに6個ですよ。で3個がカレーで3個が牛丼だったんです。あ、はい、3個があのかだから牛肉の入ったカレーでビーフカレーで、3個が牛丼だったんですよ、うん、なんかね、石川かすみさんって卓球の選手の方いらっしゃいますね、はいはい、石川かすみさんがあの箱の表紙に出ている石川かすみセレクションみたいな牛丼とカレーのセットで6箱もらったんですよ、うん、ご飯が5つしかないんですね。買えばいいじゃないですか。まあいいです。それでですね、で昨日お話したように、電子レンジの中に最初は5分、2分、ご飯だけ2分間温めようと思ったんですが、はい、電子レンジの真ん中にご飯を置いたところ、うん、上に空間が広すぎると。で、この空間はもったいないと。はい、で、電子レンジの、あの仕組みに関しては、今回買うに際して詳細に調べたわけですよ。うん、電波が出るわけですね。電波が出るわけですよ。そうすると、この空間を電波が通り抜けるときに、はい、ご飯一つだけ温めるのと、カレーも同時に温めるのでは、おそらくカレーも同時に温まるのではなかろうかと、電波がこう透過するとですよ、はい、そう思ってですね、だけどそのアルミパウチみたいなやつはレトルトカレーそのまま温められないじゃないですか、うん、それでハワイの ABC ストアっていう、はい、あのコンビニがあるんですが、はい、ハワイの ABC ストアは100ドルだか200ドルだかのレシートを集めるとマグカップをタダでくれるんです。このハワイの ABC ストアでもらったマグカップって大量にうち余ってるんで、そうなんですか、これはまあ多少割れてもいいだろうと、ね、でこのマグカップの中にですよ、
そのレトルトカレーを入れてですね、はいはい、そのご飯と2階建てにして温めてみたんですが、うん、昨日は、うん、まあ、ご飯だけだと2分だと、それにカレーが加わるから、うん、これやっぱり3分いっぺんやってみた方がいいのかなと思って、昨日3分でやってみたら、はいはい、あのご飯がちょっと予想よりも膨れ上がってですね、これ3分はいらなかったんじゃないのだろうか、これ電気代の無駄だということに気がついた私は今日、昨日はカレーとご飯のセットだったんですが、今日は牛丼とご飯のセットを2階建てにして2分半でやってみたところ、2分半で十分でした。ジャストですか。はい、いやジャストじゃないんです、まだこれね過剰かもしれないから。そうですか。明日は2分でやってみてですね、これ一体何分まで減らせるかとね。だから一番こう電気代節約になるのは何分なんだということでね、今日々これチャレンジ中なんですが、ただ私の買った電子レンジはですね、30秒刻みでしかセッティングができないんです。昨日3分で今日2分半だったんで、明日は2分でやってみますけれども、そこから先1分半でこれでできるかどうかがわからないんですが、それしんどいですね。15秒のところがないっていうね。15秒があるんですか、普通の電子レンジは。あの数字でね、もっと細かく、あの、ああ私のやつはダイヤルセッティングで30秒刻みしかできないんです。なるほど、はい、それもねだけどね優れてて、3分にセットして、さあスイッチを押して始めようかと思った瞬間に、3分にタイマーをセットした瞬間に電子レンジが動き始めてですね思わずうわ被爆すると思って3メーターほど飛び抜いたんですけど、しません、はい、電子レンジで被爆はしません、はい、これはあの皆さん勘違いないように、そうですよ、ご高齢の方、私の年齢以上の方はあの電子レンジというと被爆すると思ってらっしゃる方いますけれど、うん、ご安心ください、はい、電子レンジは電子じゃなくて電波ですから、そうです、はい、別に被爆することありませんので、はい、何の話本当ですよ、もう昨日に続き。いや違うね、そんな話をしようと思ったんじゃなくて、今日なんかすっげえ大ネタ本当に考えてきたんだけど。本当にですか。本当にですよ。ちょっとやりながら思い出していただく、なんかね、国家の行方を考えるようなね、なんかそういう大ネタだったんですけども、さっきナイツさんと話しててすっかり飛んでしまいましたですね。メモしてくださいよ、いたずらが気はするんですか。いや何がショックかってね、あの私なんで新山のりろ、新山のりろ、とりろなんて漫才知らないでしょ。いやいたんですよ、新山のりろ、とりろさんという方が一世を風靡された漫才師の方がいらっしゃるんですよ、はいはい、ほいでなんで新山のりろ、とりろを覚えているかというと、のりろさんだかとりろさんだかどっちかが私の出身校であるところの埼玉県立川越高校の出身者のはずなんです。そうなんですか。で私が川越高校ってですね、あの旧制中学どころか江戸時代の藩校、川越藩の藩校から歴史がありますから、江戸時代からの歴史を誇る高校なんだけれども、少なくとも私が入学した時に、川越高校って100年以上の歴史と伝統のある国ですが、あ、いや学校ですけれども、誰か有名人いるんですかと先輩に聞いたところ、はい、新山のりろ、とりろの片っぽだけかなって言って有名人がその方だけだったんですよ。そうなん、今はもっといらっしゃるんじゃないですか、はい、今ですか。今はノーベル賞を取った梶井なんとかさんがいらっしゃいますから、そうですよね、ノーベル賞だよ、もう決まりましたね、ノーベル賞だよいやまあいいんです、それは、はいはい、で新山のりろ、とりろさんという方がいらっしゃって、この方が私が実はあの尊敬する、私が入学した時の埼玉県立川越高校の唯一の偉大な人物だったんですよ、はい、ね、それで、今日ナイツさんと話をするにあたって、昨日ね、なんかまあ、好きな漫才師ってこう言いかけたの方がいらっしゃるんですが、はい、まあ、基本的にどなたも知ってる漫才師なんですけど、そういえば新山のりろ、とりろさん今どうしてるのかなと思って、ネットで調べたら衝撃でした、はい、1980年代に解散してました。あ、今はないんですね、じゃあ解散したのが80年代ですから、だから30年以上前に解散してますから、ね、漫才ブームの前に解散、だからまあそうなんですね増山さんですら知らないという、もしかするとナイツの2人も知らなかったんじゃないのかと。あ、でもご存知な感じでしたよね、雰囲気ね。そうですかね、うん、まあそんなことで今度会ったら聞いてみよう、そうしてください、新山のりろ、とりろさん知ってるかどうか、で今どうしてらっしゃるのかも、ウィキ調べても分かんないんですよ、行方とか分かんないんですよ、どっちかが川越高校なんですが、それすら書いてないんですね。どっちかも分からないんですか。いや、どっちかも分かんない、どっちかって聞いたんですけどね、そりゃどっちかでしょ、リスナーの方でどなたか情報をお持ちの方いらっしゃったら、ね、新潟のりろ、とりろさんのその後について教えていただければ、はい、なんならゲストにお越しいただくわけにはいきませんか
ちょっとスタッフとそのあたりはよくこれから話し合いたいと思います。まあ、とりあえずね、メールかのツイッターにねお寄せくださいね。はい、はい、じゃあそんなところで電子レンジの正しい使い方でも結構です、うん、あんまり私重ねるのはどうかと思いますけどね。そうですか、うん、だって電波だからもったいないじゃん。だってあの空間全部に電波飛び交うのに隣に置けばいいんじゃないですか。え、いや、うち小さすぎてですね。ちっちゃいの。小さすぎて、だから安いの買っちゃったから、横には置けないんですよ。縦に並べるしかないんですが。だけど、そう考えたら、周りの空間無駄だよな。だって、あの四角い空間の中、電波が飛び交うわけでしょ、うん、そしたら、どこに置いたって温まるわけだから。まあ、でも、ぎゅうぎゅう詰めにすると、時間がかかっちゃって、きっと不経済なんですよ。え、そうなの？いや、わかんないですけど。株と為替いきたいと思います。今日の東京株式市場、日経平均株価は反落です。昨日に比べまして、241円59銭安い 23,032円54銭で取引を終えました。前日のアメリカ市場の株安を受けまして幅広い銘柄が売られました。で、取引期間中としては8月28日以来およそ2週間ぶりに2万3000円を割り込む場面もあった。そうですね、前場って午前11時半に終わるマーケットでは300円以上落ちてましたけれども、はい、午後ちょっと戻したって感じですね、はい、で、為替の方は現在1ドル105円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円高となっています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説ズームオン1本目はですね、自民党総裁選焦点は2位争いというニュースです。4時台のズームオン2本目、共産党の小池晃書記局長がスタジオに生登場です。安倍政権の7年8ヶ月について、そして自民党総裁選についても伺います。5時台は辛坊さんの体当たり企画です。辛坊治郎そこまで行くか。今日は辛坊さんが、先ほどもね、伝えましたけれども、新宿歌舞伎町に降臨です。日本一の繁華街、降臨っていうような大切なもんじゃありませんけれども、歌舞伎町ですか、はい、ね、私大学がですね、高田の馬場だったもんですから。あ、そうですね、高田の馬場から新宿は歩ける距離なんですよ、うんうん、だから結構ね、夜遊びに行くっていうと高田の馬場か新宿かどっちかですから、はいはい、なんかすっげえ懐かしかったですね。久しぶり、歌舞伎町だ、うん、はい、ね、で、深夜だけ営業の調剤薬局を直撃しています。深夜だけ営業の薬局ってどうよ。まあでも夜ね、時間が夜しかない人には大変ありがたいですよね。だけどね、一遍私ね、留守番で店番やってみたいなと思いましたね、あれ。なんかね、結構ね、綺麗なお姉さん続々来るらしいですよ。いろいろお勤めなさってる方とかね、はい、ね、だから歌舞伎町界隈の、うん、ちょっと一遍ね、店番変わってほしいな。薬剤師の免許取りに行ってください。人生でやってみたい仕事で言うと、この深夜の店番かね、うん。うん、何ですか、もうそのラジオで言えないこと思い出した。じゃあ言わないでください。頭に妄想広がる広がる。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週はですね、3000円分の番組特製クオカード、辛坊さんのサイン入り、私のちょっとした落書き入りのクオカード。落書きじゃありません。美大での増山さんの実力が遺憾なく発揮されている素晴らしいイラストが、手書きで描かれております。一枚一枚別々です。でね、夜中まで受け付けてますので、昨日火曜日分の当選者の発表です。はい、横浜市のよしさん、東久留米市のあやこさん、埼玉市浦和区の和義さんです。おめでとうございます。今日もね、申し込み深夜の0時までですので、お待ちしております。ラジコのタイムフリーですとかポッドキャストでお聞きの方もね、ぜひご応募ください。メールは zoom@1242.com でお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。テニスの四大大会全米オープンで大坂なおみ選手がアメリカの選手にストレート勝ちを収め、2年ぶりベスト4入りを果たしました。お笑いコンビ爆笑問題の太田光さんが来月1日に東京地裁で開かれる日本大学芸術学部裏口入学裁判で初めて法廷に立つことが明らかになりました。中国で拘束されたオーストラリア国籍の女性キャスターについて中国政府は取り調べを行ったことを初めて認めました。
国家の安全に危害を与える犯罪に関与した疑いがあるとしています。アメリカのアップル社は今月15日にイベントを開催すると発表しました。詳細は明らかにしていませんが、 5G に対応した新型 iPhone が発表されるのか注目が集まります。イギリスの製薬大手アストラゼネカとオックスフォード大学が共同開発している新型コロナのワクチンをめぐり、イギリスでの臨床試験参加者に深刻な副作用が起きたとみられる事例が報告され、各国での治験が中断されていることが明らかになりました。今のニュースでおそらくお聞きになっている方が一番これ気になっているのは、アストラゼネカというね、イギリスの大手製薬会社、ここから日本もワクチンを買うことを決めてますから、そこから重大な副作用がって言われてもって話ですが、ただ今のところですね、どんな副作用が出たのかというのは不明だとされてます、はい、でこれは報道されてません。だから世界中どこでもわからないと。ただしアストラゼネカは一旦治験という実際にワクチンを人間に打ってですね、何が起きるか起きないかというのを調べるというようなことを一瞬やめると、うん、ただし専門家の話によると、こういう大規模な治験っていうのが中断されることはそんなに珍しくないんだと、というのは何が理由かわからないけど、例えば何千人とか何万人とかにワクチンを打ってると、たまさか体調崩しちゃう人もいるわけで、そうするとそれがワクチンが原因で体調が崩したのか、はい、それとも、全く違う理由で体調をたまたまそのワクチンを打ったタイミングで崩したのかがわからないんだけれども、うん、だから用心をして、こういう参加者の体調が悪化した場合、原因不明で入院したような場合には治験が中断されることというのは今までもあるんで、今のところアストラゼネカの発表の範囲の中で見ると、どっちかというと何かその特有の重大な副作用が出たというよりは、治験という、治療の、治験ですね。治験をなかなかに、もっと簡単な言葉で言うの難しいですね。効くか効かないかの検査ですわ。そうですね。効くか効かないか、あるいはその、重大な副作用が出るか出ないかの検査みたいなものを一旦中止すると。ただこれね、だからそのワクチンに重大な副作用があるかもしれないということがニュースではなくて、こういうことが世界中のワクチン開発で起きてるはずなので、その度にまともな国、まともな製薬会社は治験を中止しますから、そう簡単には完成品が出回ってみんなに打つぞというところまで行くのは、時間かかるかなという、そういう話、実はそういうニュースです。だからそういうニュースだと受け取った方がいいですね。というのがですね、今もう、すでに打ち始めてますって言ってるのが2カ国ありまして、ロシアがこの間、プーチン大統領の娘に打ったとかって話があったじゃないですか。それから中国はすでに3種類ワクチンを、もうこれパッケージの写真ができてるくらいですから、実際これもう使い始めますよって言うんだけど、大丈夫なんでしょうか。そこなんですよ。中国という国は全体主義国家ですから、で、全体主義国家の場合はですね、人間の命が民主主義国家よりも安いことは間違いないですね。なんで日本で例えばですよ、有人の宇宙開発ができないかというと、万一のリスクを考えた時に、今の日本の技術で実際に上空ぐるぐる回ってる人工衛星に物を送り届ける、安全に無人で物を送り届けるだけの技術があるわけですから、人間打ち上げる技術はもう確立してるはずなんだけども、だけどじゃあ日本が開発してるロケットに人間乗せるかというと、リスク取ると、ちょっと今のところやめとこうって話になるわけですよ。ところが中国の場合は人口も多いですし、で、割と人体実験とまでは言わないけれども、今までの中国の医学の状況を見ても、それ普通の国やらないでしょみたいなことが、遺伝子の改変等々の薬治療も含めてですね、行われてるから。だからそういう全体主義国家の方が、人体に対しての検査はやりやすいということはあるにせよだよ。あるにせよだよ。だけど結局のところ、そんなに簡単に、この秋ぐらいにワクチンがとかいうことにならない。じゃあ来年の春に間に合うかっていうと、誰も断言はできないという、そういう状況だよということが、実は今のニュースの本体はそこです。だからどんな副作用が出たとか出ないとかって、そういう話ではおそらくないだろうという、そういう話ではあります。
今のニュースでもう一つ気になったのがですね、はい、太田光さんが週刊誌に何か嘘書かれたっていうんで、名誉毀損の裁判を起こすんで自分で法廷に立たれるという、はいはい、これはですね、うん、私も去年の暮れにですね、あのインチキ週刊誌に明らかな嘘を書かれてですよ、ふざけんなこらって言って内容証明を送りつけたらですね、はい、いや記事の中に辛坊さんの言い分も否定する辛坊さんのコメントもありますから、これは大丈夫嘘じゃありませんみたいな、いやいやあんた散々嘘書いといて一番最後に本人に聞いたら本人は否定したって、そこ一文書いといたら免責されんのかよふざけんなこらって言ってですね、なるほど、関東の弁護士さん2人にね、名誉毀損訴訟を起こす準備のためにこう話し合いに入ったんですが、いろいろ考えた時にこれ東京で裁判を起こすとですね、私裁判のために東京に来なきゃいけないわけですよ、はい、なんで俺が被害者なのに東京で訴えて東京の裁判出なきゃいけないんだよとこう思った時に、俺地元の大阪で、私居住地大阪ですから大阪で裁判を起こすことが可能なんですね、はい、でまあ、あの大阪の弁護士さんに相談をして、その裁判を起こすならこれ大阪の方がいいですよねって話になって、で大阪の弁護士さんに書類一式預けてどうしましょうかって最終決断、今まだ出てない状況なんだけど、だけどやっぱりねこれ1年近く半年以上経ってくると、はい、あのこれで裁判で時間と金を取られるっていうのがあるわけですね、うん、まあ、お金の面は一旦後に話しますけど、一旦横に置いとくとして、裁判で今回太田光さんが自分で法廷に出るって話でしょ、そうするとどっかのタイミングで裁判のたびに出てく必要はないんですが、大体は弁護士さんがやってくれますけれども、1回2回は出てかなきゃいけないタイミングがあるんですけど、私これから自分の残りの人生を考えた時にやらなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、まあ、例えば太平洋横断とか太平洋横断とかね、本田翼と恋愛騒動を起こして週刊誌に書かれるとかいろんな目標が人生にあるわけですよ、そうした時にそんなもんで時間、残りのね貴重な時間を取られるのもなっていうのと、でなおかつですね、日本は名誉毀損の裁判を起こして、あの認められる賠償金が一般的に極めて低いんです。で裁判費用と見合いになるかっていうと絶対得しないんです。勝ったところで得しないっていう。じゃあなんで被害を受けた人間が貴重な時間と金を使って訴えなきゃいけないんだっていう思いも当然あって、そこからさらに自分との感情との比較考量っていうところに入っていくわけですよ。それで言うと今回、そういうことを全部乗り越えて、太田光さんが、あの、太田光さんが裏口入学裁判を起こされたというのは、相当頭にきて、もう金と時間なんか関係ないんだと、ふざけんなこらという思いなんだろうなと。だからまあ、日本の裁判所にはですね、やっぱちょっとこういう明らかな嘘を書いた場合には、やっぱそれに見合うだけの責任を取らすというようなことを、ちゃんとしていかないといけないんじゃないのかなと。私はねつくづく思いましたねこれね、はい、てなことで言うてるうちにニュースオン最初の項目どうぞ。こちらです。自民党総裁選焦点はすでに2位争い。自民党の総裁選挙が昨日告示され、立候補の届け出を出した石破元幹事長、菅官房長官、岸田政調会長の3人は各テレビ局の報道番組に揃って出演するなど選挙戦がスタートしました。はい、いうことでございまして、もうこれ結果は各新聞各メディアが伝えている通りで、今の流れで言うとまず国会議員票は圧倒的ですし、国会議員票だけじゃなくてですね、党員投票はまああの全国規模のものは行われないけれども、自民党本部がですね、まあそれぞれの都道府県連で勝手にやってねっていうことで、全国の47都道府県のうちの44、都府県はあの党員投票に近いものをやることになって、はい、ところがですね、もともとこう下馬評では、いや党員投票をやると石破さんがダントツ人気になりそうだみたいな話があったじゃないですか、ね、ところが最近の世論調査を見ると、どの世論調査見てもトップは菅さんなんですよ ね。だから多分あの国会議員票は多分7割8割圧倒的ですけれども、党員投票でも過半数を、少なくとも1位は菅さんで間違いないと思いますね。過半数菅さん党員投票でも行くんじゃないのということになると、で昨日あたり、いやあんまり勝ちすぎるのもなんだから、岸田さんを2番目にするためにちょっと票を回そうかみたいな話があったじゃないですか、はい、あれ言ってるだけで絶対そんなことしませんから。あ、そうなんですか。はい、もうこの辺はね厳しいですよ。やっぱり勝つんだったらダントツで勝ちたいと陣営は思いますから、そんな甘い話じゃないですね、はい、勝手にこぼれていく分はあるかもしれませんよ、勝手にこぼれていく分はあるかもしれませんが、組織的に岸田さんに票を回すみたいなことは多分ねしないしできないと思いますね。そうですか。だからもう菅さんダントツですよ。で、なおかつですね、世論調査を見てると、あ、これね、こっから先の話がすっごい面白いんだけどな、ちょっとうわーこれ痛い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 、どっかでね、わかりました、どっかで忘
忘れないようにメモっておいてくださいね。あ、某朝日新聞の悪口になりますがいいですか。それはちょっと考えます。あ、それはちょっと、はいはい、ズームオンでした。9月9日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。明日は、ね、木曜日ですので、飯田浩司アナウンサー登場します。そうですね、なんかもう特訓されてるらしいですね。やっぱり自民党総裁選、はい、立候補者3方おそ揃い踏みということで、うん、このスタジオに、菅さん、岸田さん、石破さんをお招きしてお届けするためにはですね、それやっぱちょっと頑張ってもらわないといけないと。メッセージを預かってるんですが。あ、何ですか。苦戦しています。それ密着取材したいよね。どういうふうにどこで練習してるのか、ね、どんなものまねしてるのか、どの程度のクオリティに達してるのか、すごい楽しみだな。自民党総裁選の話で、先ほどのズームオンのコーナーで、まあ、言いかけて言わなかった話があるじゃないですか。別に朝日新聞の悪口を言うつもりはないんですけれども、うん、かなり意図的、まあ、元からね、世論調査なんてものは意図的なんですよ。でどの世論調査見ても、まあ、おそらく今菅さんが党員投票でも優勢だなってのは分かるんですが、はい、そこじゃなくてですね、最新の世論調査で安倍内閣の支持率が爆上げになってんですよ。これはまあこの番組でも言いましたけど、はい、いろいろ複合要因がありますね、うん、ご祝儀相場だとか、はい、病気なのにご苦労さんだとか、うん、ね、いわ意図的に引き下げられてたものがリバウンドで戻ってるとか、いろんなことがあるわけですけれども、ただ今もうすでに世論調査で内閣支持率が出てるのが、はい、例の、辞めるという記者会見が行われた直後から、共同通信、日本経済新聞、読売新聞、それから毎日新聞独自の調査みたいなので、軒並み 50% を超えてるんですね。うん、ところがね、うん、先週行った朝日新聞の世論調査は、調査項目に内閣支持率自体がないんです。あ、そうなんです。これ先に共同通信日経で世論調査をして、内閣支持率が爆上げになって 50% 台に戻ってるっていうようなことが調査すると出ちゃうんで、だから内閣支持率という項目を調査項目から外すという。鼻からないと。だから、朝日新聞の世論調査的には、安倍政権の一番最後の世論調査で政権末期の支持率は 30% 台でしたっていうのは、朝日は自分のところの支持率の調査しか使えませんから、うん、朝日は将来的に安倍政権の最後の支持率は30何%でしたって朝日だけが言うことになるんだけど、なんでかというと支持率調査をすると 50% 超えちゃって、最後の支持率が 50% 安倍政権超えてくるという数字だけは絶対残したくなかったんだろうなっていうのが透けて見えるんですよ。はあ、いやそこまでするかって感じは正直したな。それ普通に内閣支持率、確かにね、うん、理屈としてはいやもうあと 2,3 週間で辞めるのが分かってる、内閣支持率なんか無意味でしょっていうのは、うんうん、まあ、一つ理屈なんだろうと思うけれども、ね、質問項目から内閣支持率外すって私あんまり聞いたことがないって、今回初めて見ましたね。ちょっと驚きました。ここまで言ってて、うん、実は私の錯覚で本当は内閣支持率取ってたりなんかしたら大笑いだな。その時には番組中に訂正を必ず入れさせていただきます。ちょっとね、間違ったことは謝る。はい、そうです。この方針で参ります。はい、もう正々堂々と謝ります。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は共産党の小池晃書記局長がスタジオに登場いたします。安倍政権の7年8ヶ月について、そして自民党総裁選にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。共産党の志位委員長が安倍政権継承に異議、衆議院選挙での決着を訴える。共産党の志位委員長は昨夜都内で街頭演説を行いました。志位委員長は、自民党で安倍政治を継承するという大合唱が起こっているのは目を覆いたくなる異常な光景だ。行き詰まって終わったのにこの道しかないと言って暴走するようでは明日はない。衆議院選挙で決着をつけるべきと訴えました。さあ、お客様お迎えしております。共産党の小池晃書記局長です。いや、ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。なんか、ね、関西の番組にはそうですねお越しいただいて、はい、なんかいきなりですねクレームをいただきました。え、いや、クレームじゃない。一昨日福山さんが出た時に、政権を取りに行く気がない政党がある、そんな質問で絶対に政権を取りに行く気がない党と一緒にやるんですかって福山さんに聞かれたから、あれ共産党のことを言ってるのかなと思って。
政権取りに行く気があるから野党共闘をやってるんですよ。本当にあるんですか？あります、本当ですよ。どういう政権構想ですか？で、共産党に関しては、多分ね、間違ったイメージっていうのも相当あると思うんですよ、はい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 、ね、だから結構多くの人が持ってるのは、うん、共産党というのは戦後、うん、要するに共産革命を目指した政党だから、まあ、戦前からある政党だから、うん、だから暴力革命を捨ててないんじゃないのかと。だから民主主義で投票による政権交代ではなくて、革命による政権交代を本音のところでまだ停留に持ってんじゃないのかっていう認識してる人多いと思うんですけど、どうですか？ 100% ありえないですよ。だってこの今の世の中で暴力革命なんてありえますか？やっぱりこれだけ民主主義の制度が、議会制度ができている中で、やっぱり議会を通じて多数の支持を得て、議会で多数を取って進めていくって、我々多数者革命と言ってますけども、まあ革命っていうとなんか暴力っていうふうにね、イメージされるのかもしれませんが、多数者がやっぱりその世論を形成して、その世論に基づく政治をやっていくというのがもう基本ですから。いや、そうなんですよ。まさにそうで、はい、ありえないという言葉を私は信じますけれども、ただね、共産党の組織っていうのが、その民主主義からいや程遠いところがあってですよ。例えばあの志位委員長って2000年に委員長になったきり、別に20年間交代ないじゃないですか。で、別に共産党の中で選挙やってるわけでもなくて、共産党って一旦序列が決まると生涯あの失脚しない限り変わらないじゃないですか。そんなことないですよ。いろいろと入れ替わったりとか。 C さん、じゃあなんで20年間選挙なしにトップなんですか？それはやっぱり能力が極めて優れていると。他に代わりの人が誰もいないぐらい、20年間一人も出ないくらい、そんなに優れてるんですか？私はそう思いますね。それ選挙やってないとおっしゃったけど、やってますから。党大会で全員無記名の投票の選挙を、いや、それって共産党の過去の歴史を振り返ると、うん、別に日本共産党だけじゃありませんよ、ええ、全世界の共産党を見ると、結局のところあの中国の人民代表大会もそうだけれども、シャンシャン大会で結果決まってるわけで、それが本当に民主的な選挙と言えるのかっていう、あのあるでしょ。下さん、中国とは全く違いますから。中国の方が共産党という名前を名乗ってほしくないぐらいですから。中国とも違う。ソ連というのは、あれは共産主義でも社会主義でも何でもなかった、単なる抑圧社会だったというのが私たちの見方です。それあの私はその通りだと思うし、共産党の今現書記局長、書記長がそこまで言うのは、いや、いい、ごめんなさい、僕が暴力革命やるように見えますか、こんな平和的な人間が。いや、それはまあ、あの個人の問題じゃないですよ。個人組織の問題です。いや、そう、いや、誰も共産党暴力革命やるって言ってないじゃないですか。いや、だけど、うん、そう思ってる人は現にいるわけだし、ね、だからそれ多分ね、一定数あの支持率の足かせになっちゃってると思うんですよ、うん、ね、だから基本的に私は知ってる限り、共産党の人って一人一人見たときに、あのそんなに裏金どうのこうのっていうようなタイプの人は一人もいないし、それいないですよ、ね、あの非常に真摯に、うん、国民の幸せを考えてるように見える。少なくとも個人的に付き合いのある人はみんなそうですよ、一、うん、人残らず。だけど支持率がだいたい 1% からマックス 3% ぐらいより伸びないじゃないですか。もうちょっと、もうちょっと 4% 5% とかそういうこともありましたか？ありますよ、分かります。そうすると、はい、結局どっかやっぱり底流として、結局ここが民主主義のない、あの自由のない、あの暴力革命を根底にしている政党じゃないのかっていう思いが、うん、結局のところ少なくとも国民の相当数にはある、残ってんじゃないのかって、その辺をどう払拭していって、だから政権取りに行くということは、まあ、民主主義ですから、要するに議会の過半数取らなきゃいけないわけですよ。だから共産党単独で取るのか、今度の立憲民主の新しく生まれ変わる政党と合わせて取るのかわからないけれども、冒頭おっしゃったように本気で政権を取りに行くとするならば、どんな構想で、どんなプロセスで、いつ頃を目標にを考えてるの？僕らも本気で政権を取ろうと思って、だから野党の共闘をやってる。で、僕らだけでその世の中変えていこうなんて全く思ってない。で、僕らはどんな段階であっても共産党単独ではなくて、やはりその連合政権でやっていこうというのが綱領の立場です。で、政治というのは 100% じゃないと思うんです。我々のその共産党の主張している例えば日米安保条約をやめようとか、あるいはその憲法9条を完全実施するために自衛隊をなくそうとか、で、そういったことを今すぐできるわけないじゃないですか。
でもそこにやっぱり向けて一歩一歩進んでいくために今野党で力を合わせて、例えば安保法制なんかやめようと。確かにそれで言うと変わりつつあるなと思うのは、うん、昔は衆議院選挙だと絶対勝てないのが分かっていても全選挙区に候補者立てるじゃないですか。どう考えたってこれ野党の足引っ張ってオセロゲームですから、小選挙区だと特に。だけど最近共産党はかなり意識して、あの勝てそうなところは共産党の候補を下げて野党共闘に乗るっていう割と現実的な判断を、うん、いつ頃の選挙からですかね、これ20年ぐらいですか。いやそれはね、あの2015年9月に安保法制が強行された時、はいはい、あの翌日から我々はやっぱりこれはこの政治は止めなきゃいけない、止めるとすれば議会で多数を取らなきゃいけない、おっしゃったように小選挙区制、それから参議院は1人区がある、そういったところではやっぱり一本化をして戦うということを始めて、で、まあ、私たち一定の成果あったと思ってますけど、次の総選挙もやはり小選挙区はできるだけね、まあ、一致して戦えば勝てるような選挙区はやっぱり一本化をしていく。だから共産党が一方的に下ろすんじゃなくて、まあ、共産党を下ろすところもあるし、共産党で一本化してほしいというところもあるけど、まあ、そういった形でとにかく、まあ、自民党と公明党は一致して戦ってくるわけですから、それに対して野党が一本にまとまって、そしてどっちを選んでいただくかという選挙にしていくと。どうでしょうか、次の衆議院選挙で共産党の、まあ、いやその野党共闘って、その立憲民主が立ててくる候補者に乗るばっかりじゃなくて、うん、共産党が立てる候補に当然他の野党が乗ってこいっていうケースもあるわけでしょ。もちろん今までもそうだったし、それはある程度その総合支援的にやらないと、共産党だけが一方的に下ろしますっていうんじゃ、それはあの総合の支援になりませんから。次の衆議院選挙ではどのくらいの選挙区にどんな形で候補者立てる、それはまさに今これから話し合いで決めていくと。もう今120近く立てておりますので、はい、でそれはこれからいろいろと調整しながら話し合いしながら、最終的にはまあいくつになるかはちょっとこれからの議論次第で。その衆議院選挙なんですけれども、うん、ぶっちゃけまずですけど、ええ、まずですけどどうすべきかという話は後で必ず聞きますけど、ええ、予想としては、単なる予想としてはいつ頃どんな形で選挙あると思います。いやこういうコロナの感染の中でやるべきではないと思いますけれども、ええ、まあ、今あの支持率が上がってんじゃないかとかっていう話があり、で自民党の幹部からも早くやった方がいいみたいな話が出てる中で、早い段階は十分あり得ると、秋の総選挙もあり得るというふうに思います。年内に衆院選挙がある確率をどのくらい見てらっしゃいます。もう五分五分以上にあるんじゃないかな。五分五分以上にある、あると想定をして準備をしようと。わかりました。今のはまあ単なる予想で、じゃあべき論の話で言うと、うん、まあ、今あの自民党の総裁選が行われてですね、まあ、実質菅さんではないかというような流れになっているというふうに報道されてます、うんうん、この現状と、その新政権が選挙についてどうすべきかというべき論を聞かせてください。まあ、この現状について言うとね、僕はやっぱりあの安倍さんの辞任っていうのはこれは病気ですからやむを得ないところあるし、これはもう早く良くなっていただきたいと思いますよ。ただその一方でやっぱり安倍政治がこれまでやってきたものがいろんな矛盾が出てきて行き詰まったって面もあると思うんです。特にコロナ対策で、それに代わってじゃあ自民党が別の路線を出せるかっていうと、今の3人の方というのは全て閣内にいた方だし、で特に最有力と言われている菅さんはもうまさに一心同体でやってきた。で自民党ってのは今までいろいろと政策行き詰まったりした時には、まあ、一定目先を変えるとか方向転換するってあったと思う。でも結局同じ方向にしかならない。で派閥の談合によって決まっていく、まあ、かつては権力闘争もあったけどそれすらないぐらいやっぱり自民党の活力っていうのは落ちてるんじゃないか。だから行き詰まった政治になってそれを変えようとしてんだけど、またそれも同じ方向にしか行かざるを得ないっていうのは、これはもう二重の行き詰まりなんじゃないかなと思います。だからやっぱり今やるべきことはきちんと国会早く開いて、そこできちんと議論をして、で私は一定の時期にやっぱり解散総選挙すべきだと。やっぱりこれ変えるためには今の自民党の総裁選挙だけじゃ政治変わりませんから、やっぱり解散総選挙で野党がきちんと変わりうる政権構想を示して、でやっぱり国民の信を問うということが、まあ一定の時期には必要になってくるというふうに思います。全く基本的にはおっしゃる通りだと思うんですけど、うん、おっしゃる通りのことをおっしゃってる共産党が現状、私の手元にあるこれ読売新聞9月の世論調査だと1%、まあ、これはまあ立憲民主も低いですけどね、だからこれはまあ誤差の範囲なんで、この 1% から 5% ぐらいはかなり誤差の範囲もありますけれども、まあ、日本維新が 2% だったりしますよね。これ
もうちょっとなんか劇的に支持率を上げていく方法みたいなものは、僕はやっぱり、その野党が期待感をもっとね、国民に持っていただけるような政権構想だと思うんです。でやっぱり今の自民党の政治では飽き足らない、まあ、あるいはそのいろんな矛盾、まあ、の経済もどんどん落ち込んできてるし、コロナも PCR 検査増やす増やすって言いながら全然増えないし、なんとかしてほしいと、命を守るためにやっぱり政治の流れ変えなきゃいけないんじゃないかと思いはあると思うんですね。でもそれに対してやっぱりじゃあ野党が変えてくれるのかっていうことについてやっぱり示しきれてないと、率直に言って。で今まあ、立憲と国民の合流の話あるけれども、やっぱりその中でこういう日本にするんだっていうのはなかなかまだメッセージとしては出てないと思うんですよね。僕はねやっぱり一番インパクトあるのは共産党も含めた野党構想だと思うんです。やっぱりそのだって安倍さんがいつも攻撃してきたのは悪夢の民主党政権っていうやつじゃないですか。で僕はね民主党にも言ってるんですけど、あれ一番切り返すのいいのは今度は違うよと、今度は共産党付きだよと悪夢の民主党政権じゃないよとその発想は面白いですね全く違うんだよと。どうなんですか、それで言うとね、うん、戦後、まあ、言っても自民党の一党、まあ、支配体制が長かったんですよね、で2回政権交代らしきものが1990年代に非自民連立政権っていうのが誕生したのと、それから2010年直前の民主党政権と2回ですよ ね。でその2回の政権交代ともにですね、共産党がキープレイヤーだったかというとそんなことはないわけで、全く排除されてました。なんでなんですかね。だからやっぱりなんで野党 にごめんなさいね、言い方きついかもしれないけど、うん、野党にすら排除されてしまうわけですか。まあそれはやっぱり歴史的なさまざまな問題、特に労働運動の中でのやっぱり共産党をずっと排除してきたようなこう流れがあったわけですよね。でそういったものをバックにした政党だった。いやそれで言うとね、それ変わってますよ、ね、最近は不思議なこと、うん、そうなんですよ。だから変わってきたものも多いと思うんです、うん、例えばね、戦後 の反原発運動、原石金運動も、うん、共産党系と非共産党系のこう運動がありましたよね、一時期ね、うん、それで片っぽは、うん、いや共産権の持つ核兵器はあれは正しい核兵器だみたいな議論すら一部にありましたよね。それはもう乗り越えた議論ですけど、まあ、ね、もうそれは今ありえない議論ですけどね、だからまあそういう時代があったことは確かじゃないですか、はいはい、そうするとそのあたりの時代に対してまだそのあたりの時代も覚えてる人はたくさんいるんで、だからそういうところからこういうふうに変わったんだと、ね、共産党が自由と民主主義を重んじる中国共産党やソ連共産党とは全く違うところなんだっていうところをちゃんとやっぱり国民に分からせないと、いつまでだったってマックス 3%。いやそれすっごくアピールしてるんですよ今それをね。でそのことを通じて実際にそれで一緒にいろんな取り組みやってきた野党 でこの間も国会の中での共闘っていうのはもう共産党抜きにはありえないような、まあ、いろんな共闘がもう日常的に毎週会議やって毎日のようにこう打ち合わせやって、こんなの僕が98年に初めて国会議員になったんだけどもう想像できない状況ですよね。でこれやっぱり作ってもらったのは政党の力じゃない、やっぱ市民の力で、やっぱり安保法制の時なんかに生まれてきたいろんなその市民の運動あるいは反原発の運動があって、でそういう中でやっぱり共産党も含めた野党の塊っていうのを市民が応援するっていうのがあった。でそういう中でそれは明らかに変わってきて、だから今まで政権交代2回あったっていう時は共産党は排除されてましたけど、今度は共産党も含めてやろうっていう話で言えば、戦後史の中で共産党も含めて野党が自民党の政治に対して、まあ、対抗軸示してそして戦ったっていう歴史は日本にはないわけです。そういう意味で僕は新しい時代を作る今、まあ 1% 2% って言われるけれども今まさにそこの、まあ、賭博地に立っている。どうですか、そんな話を例えば枝野さんだとすることはあるわけですか。してますよ、してますよ。新生立憲民主党共産党というのは、うん、今までの野党の中での立場位置づけとはだいぶ変わってくる可能性がある。まあ、今までもだいぶ変わってきてるからこの延長線上でやっていくと、今、まあ、枝野さんとそれから泉さんと出てますけども両者とも我々選挙でも協力したし国会の共闘もやってきたし、あるいはその新しい合流新党に参加しない、まあ、人たちの中にも、まあ、これまでずっと協力してきた人たちいますから、僕はあの政党がどういう形になったとしてもまあ、これから共闘はさらに進めていかなきゃいけないと。いや私ね共産党で確実に評価できることが一つあってね、政党助成金を他は全部受けてますけど共産党は断ってますよね、基本的に、
共産党の懐具合って現状どうなってるんですか。大変ですよ。それ苦しいですよ。ごめんなさい、党員の推移とかどうなってるんですか、戦後。党員は今27万人、ぐらいなんですけどね。まあ、まあ、ちょっと減ってしまっているんで、今増やそうと。世代的にはどんな感じですか。世代的にはやっぱり、60年安保、70年安保を経験した世代の人たちが中心ではありますよね。はいはい、ただ、この間で言うと、20代で入党してきてる人の比率が、昨年に比べて今年は2倍ぐらいに増えてきてる。1割、入党、新たに入党してきてる人の1割以上、が20代っていうね、状況が生まれてきてる。で、これは今までなかった状況で、やっぱりね、辛坊さん言われるような、あんまり昔の悪いイメージとか、もうないんですよ。で、生まれた時にはソ連もないし、で、共産党はもう自主独立でずっとやってるってみんな知ってるし、だからそういうことで言うとね、変わってきてます。それだったらね、決定的に多分イメージを変えるきっかけがあるとするならば、まあ、さっき冒頭に言いましたけども、例えば委員長20年変わってないじゃないですか。で、まあ、いや、共産党って序列が決まると、もうその序列って失脚しない、スキャンダルで失脚しない限りは固定されるじゃないですか。辛坊さん、序列って序列なんかないですよ。いや、明らかにあるじゃないですか。だって20年間トップ変わらないんだもん。あ、委員長はね。我々その委員長ってのは序列じゃなくて。書記長だって多分一旦なると失脚しない限り変わらないですよ。多分、私は小池さん、失脚しない限りはずっと書記長で、多分次委員長が死んだら委員長だと思いますけど。いやだって例えば僕、市田忠義さんずっと書局長やられてましたけど、書局長降りられて今副委員長やってます。だからそれいろいろ交代しながらやって、なんかそういうおどろおどろしいなんか世界みたいに言わないでください。いやだけどそうだから、まあね、もちろん私の共産党における情報源の一人は筆坂さんだったりするわけだから、それは、極めてちょっと、まあ、確かに失脚された方だからね。確かに、まあ、おっしゃる通りですよ。それは失脚された方だから、失脚された方の、まあ、言葉になっちゃうんだけども、ただ旗で見てると、確かに一人一人素晴らしい人が多くて、クリーンな方が多くて、頭脳明晰な人が多いんだけど、組織になると硬直して見えちゃうんですよ。だからそこが多分ね、野党共闘の中でも2回排除されちゃったっていうところで、どっかね、変わったっていうのをちゃんと見せる時が必要なんじゃないかと思うんですよね。と、私余計なことですけど、お世話、大きなお世話ですけど。だ、そういうふうに言っていただくのは大変嬉しいことですけども、ただ変わったっていうことで言うと、この間のやっぱり野党共闘路線で、この市民と野党の共闘ということをやってきたことは、すごく、こう、共産党やっぱり柔軟になったっていう評価いただいてますし、まあ変わったっていうかね、そういう評価はいただいてますから、まあ今のこのやり方を続けていくのが僕は一番、そういうね、辛坊さん言われるような硬直化した、そういうイメージを打破するためには、一番いいんじゃないかなと思います。そういう意味じゃ、今起きている野党の改編というのは、一つ一つ、共産党にとっても大きな方向性の中にある。大変、私たちは一歩ずつ、日本の政治が前に進むプロセスに回るというふうに思っているし。これで全然関係ないですけども、小池さん、お医者さんですよね。お医者さんと、今のお立場と、人生振り返ったとき、どうですか。いや、僕は、いい人生送ってるなと思いますよ。やっぱり医者っていう仕事は非常にやりがいのある仕事です。で、同時に政治家っていうのはやっぱり多くの人をこう法律や制度によって救うことができる、まあ、医療制度が改悪されて大変苦しんでる患者さん、その思いに応えるのが政治の役割でもあるっていう意味では、僕は別になんか政治と医学っていうのは全然違う領域じゃないと思ってて、やっぱりその日本のその社会の病理を正していく医者として、まあ、今仕事をしているって、そんな思いでやってます。いや、期待しております。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。またぜひお越しください。ありがとうございます。よろしくお願いします。次 C さん出てくるんですか。ありがとうございました。ぜひお忙しい中ありがとうございました。共産党の小池晃書記局長でした。歌舞伎町一番街に入ってきました。懐かしいな。今から40年ぐらい前はね、もう週に 2,3 回は来てたんですけども、まあ、大阪の会社に就職してからまあめったに来なくなって、まあそれはピークには比べ物にならないですけれども、今8月末の平日の夜なんですが、夜9時ぐらいで、そこそこでもまあお客さんの数と客引きの数がほぼ同数っていうぐらいの感じですかね。
当然のことながらインバウンドの外国人の方はほとんどというか全く姿を見せていません。あ、なかなかあの素敵なバニーのお姉さんが店の前で客引きしてますけど、バニーのお姉さんもしかしマスクしてますからどんな顔なんだかよくわかりません。この時間は辛坊治郎そこまで行くか、辛坊さんが体を張って巷の謎に迫ります。体張ってきましたよ。体張ってきました。思わずあのバニーガールのお衣装の女性のところくっついていこうかと思いましたけどね。後半はその話あの今回担当ディレクターが女性だったんで、後ろから首根っこ ひつかめられ私が自分がウサギになったような感じでですね、はい、よかったです。それは、ね、新宿の歌舞伎町に降臨ということで、今のねこのコロナ禍の状況を実況レポートしますけれども、深夜だけ営業のね調剤薬局も直撃すると。そうなんですよ、深夜だけやってる昼間やってない薬局って聞いたことないじゃないですか、ね、それがやっぱりね商売として成立するのがさすが歌舞伎町だなって感じですね、あ、まあでも久しぶりのね歌舞伎町、どんな雰囲気的にはどうでした？歌舞伎町の雰囲気ですか、なんか私懐かしいなぁなんだけども、今から20年ぐらい前かな、大きな火災があってね、たくさんの方が亡くなられて、はい、あの辺りからちょっと店を営業してらっしゃる方の経営層の婦人も、私が学生時代に行ってた頃の歌舞伎町に比べると変わってきたのかなっていう印象もありましたけどね、そのあたりの変化も含めて、今日はだから、はい、夜中にやってる薬局の店長さんですから、はいはい、じゃあ辛坊さんが取材されました調剤薬局ニュクス薬局さん、歌舞伎町のどのあたりですかね。歌舞伎町のね旧新宿コマってわかります、はいはい、今上に大きなゴジラの、はい、あれのちょっと横手裏手って感じですね。なるほど、はい、ではその模様をねお聞きいただきましょうか。なんかお一人でね全部やってらっしゃる薬剤師さんがね、はい、辛坊治郎そこまで行くか、新宿歌舞伎町の調剤薬局ニュクス薬局店長の中澤さんです。珍しいですね、ここ夜中しかやってないんですか。そうですね、はい、何時から何時ですか営業時間。夜8時から朝9時まで。夜8時から朝9時の薬局って聞いたことないですね。そうですね、まあ、夜だけってうちだけだと思うんですけど、日本中で歌舞伎町のど真ん中に、はい、ちなみにどんなお客さん多いんですか。お客さんじゃなくて患者さんですかね。まあでもやっぱり基本は夜働いてる方ばっかりですね、まあ、中には普通にサラリーマンの方とかもいますけど。どんな病気でどんな方が多いんですか。病気って言うとやっぱりメンタル系が多いですかね。あ、そうですか、はい、やっぱり歌舞伎町の仕事の方が多いんですか、それとも普通の遊んでらっしゃる方が多いんですか。まあ、仕事の方が多いですね。仕事の方が多いでメンタル系ということになるとやっぱり皆さん苦労してるってことですね。まあそうですね。ちなみにコロナの前と後で何か変わりました。まあ人はだいぶ変わりましたよね、当然。まあ今人はある程度戻ってきている感は見られると思うんですけれども、言ってもみんな歌舞伎町の人たちで、はいはい、まあ、回しているような感じで、外からの人がもう入ってくるってことはもうほとんど今ないんじゃないですかね。ちなみに今おすすめの薬あります？おすすめの薬って、はい、なんかいけない薬を聞かれてるような感じで。いやいや、そんなことないです。すすの僕ね最近ね逆流性食道炎で結構大変なんですよ。はいはいはい。そういうのなんとかなったりするものですか。まあそれは、まあ、あくまで病院行って処方箋でもらっている薬だと思うんですけど。そうですね、はい、じゃあとりあえず病院行ってきます。薬局って皆さんが聞いたときイメージするのは市販薬売ってる店というイメージをお持ちの方いらっしゃると思いますが、ここはまあ市販薬も若干扱ってますけれども、基本的には調剤薬局という、はい、ね、薬剤師さんがお医者さんの処方箋をもとに、だから普通の薬局で売ってるよりはもう一段、はい、1類2類3類ってやつがあるじゃないですか、あれの区分で言うともう一段専門的な薬を夜中に調剤薬局として薬剤師兼店長兼経営者ですから、この方が。大変ですね。たまたま私が取材に行った時にですね、ちょっと綺麗な夜の女性と思われる方がですね、明らかにお客さんをと思われる男性といらしててですね、ちょっともうこれ以上聞いちゃいけないと思って私はとりあえず見せてましたから何を買ったか分かんないですけど、はい、だから、まあ、でも便利ですよね、そんな時間に空いてる。いや、そうなんです、ね、夜中になんかちょっと薬って言ったってで空いてないじゃないですか、でもコンビニなんかでも最近薬売られてますけれども、やっぱり薬局で売られてる薬とは効き目が違いますからね。
はい、まあ、そういう意味では歌舞伎町で働く人たちにとってはこんな強い味方はいないっていう、でもまあいろんな意味で時代を映している店なんだろうなという気がいたします。はい、ではその新宿歌舞伎町の調剤薬局ということで変わったものが売ってるんですか？そうなんです。じゃあそのあたりを聞いてみてください。なんかここにねレジの横に、はいはい、これコンドームですか、はいはい、1個50円で売られてるんですけどこれ何ですか？これなんかあのバラ売りしてくれって頼まれて。あ、そうですか、はい、0.3mm、はい、これどういう需要なんですかね。どうなんですかね、なんかバラ売りしてって言われたんでそのままじゃあ置いとくっていう。あ、売れます。まあ、たまにですけどね。1個だけ、はい、50円で、はい、1枚、はい、それと噂に聞いたんですが、はいはい、なんかこれスタミナドリンクみたいなやつのボトルキープがあるって本当ですか？それ何ですか？あ、ニンニクエキスとビタミンと入った、はい、強レオピン、はい、それどういう風にしてボトル、みんなボトルに名前書いてありますけど、はいはい、小さなボトルですよね。空のカプセルがあってその空のカプセルにこの液体をジュジュッと入れて。はあ、これあのお客さんってどんな方が多いんですか？まあ、この辺で働いてる方ですね。男性女性両方います。あ、これは両方なんだ、はい、何に効くっていうか、まあ、疲れだとかですかね、まあ、あと一応炭水化物っていうものも入ってるんで、まあ、いわゆるヘパリーゼなんかにも入ってるようなものもあるので、はい、まあ、メインは疲れだとかですけどね。でも大体これ飲んでる人元気ですけどね。あ、そうですか、ええ、そうおかしいじゃないですかそれ。これあのいや飲んでるから元気なんです。あ、飲んでるから元気。なるほど。この薬局の店長さん、まあ、お一人で対応してくださったんですが、はい、うん、レジのところの裏にですね、棚があって、その裏に栄養ドリンクの、はい、原液、そんなに大きいものじゃありませんけれどもね、だから普通のペットボトルよりちょっと小さいぐらいのサイズですけれども、そこに名前が書いてあってですね、名前の書いてあるのがずらっと並んでるんですよ。だからまさに飲み屋さんのボトルキープのように、ここの薬局には栄養ドリンクのボトルキープがあって、栄養ドリンクの原液ですね。だからそこの原液からカプセルに入れて、あの、俺のちょっとやつ出してみたいなことをきっと言うんだと思いますけどね。ただ薬局なんだけど、まあ、ある意味地元での相談役みたいなことになってるんでしょうね。そういうこともね、だからもう、ね、あの、当然自分のボトルをキープしてますから、うん、まあ、毎日かかなりの頻度で行くじゃないですか。うん、そうするとね、顔色見た瞬間に、あ、今日お客さんはこんな状況、お客さんというか患者さんはこんな状況でっていうのが分かるんで、だからアドバイスもしてもらえる、うんうん、してあげられる。で、そういう意味では、歌舞伎町って、うん。私の知り合いで歌舞伎町で偉い目にあったやつもいますけれども、でも実は愛情の深い街なんだなと、今回もつくづく思いました。はい、以上辛坊治郎そこまで行くかでした。このコーナー含めまして今日の放送ラジコのタイムフリーポッドキャストでも配信しています。詳しいこと番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧ください。お送りしているのは一風堂でスミレセプテンバーラブ、うん、久しぶりに聞きました、はい、なんかこう体が踊り出しそうなね、そうそう、なんかこう横に揺れちゃいましたけれどもね、ということでございまして、はい、お届けしてまいりました、はい、この後日本放送はですね健康あるあるワンダホーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、今夜は名古屋ドームから中日対巨人戦、解説が山崎武史さん、それから佐々木和弘さん、ダブル解説ですね。実況日本放送山内博明アナウンサーで試合終了までお伝えいたします。まあ、今週はあ、まだありますか、ごめんなさい、飯田さんの宣伝しとかないとね。どうぞどうぞ、はい、明日の朝6時からの OK コージーアップ、コメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんが6時台から登場します。取り上げるニュースは自民党総裁選出馬表明の3人による公開討論会、そして合流新党各代表候補による公開討論についてなどです。で、実況の今夜の日本放送ショーアップナイターのアナウンサーはですね、はい、ケム山光則アナウンサーでした。ほうほうほう、はい、ご期待ください。ということで今週はね、5時台私いろんなところでリポートしたのをお届けしておりますけれども、月曜日にお届けしたあの富士急ハイランドの絶叫マシン、うん、私の辛坊の旅という YouTube チャンネルで公開したところですね、うんうん、もうすでに4万を超えるアクセスをいただきまして、迫力ありますよね、本当にありがとうございました、うん、あれ一遍見てみると、うん、こんなだったの、楽しんでいただけると思いますが、また気になる。明日飯田さんがねこの番組明日出演のために今週1週間死ぬほど練習したらしいですが、菅さんと岸田さんと石破さんの3人のモノマネを携えてここに登場してくださることになっております。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は
辛坊治郎と辛坊治郎と増山さやかでした。明日は菅岸大島揃い踏みかも。